する方向ですとなっております。はい、これ言いたいけども重要なことなんですよ、はい、これ中国人が土地を日本の土地を買えないってことでしょ。ざっくり、はい、どうぞ、はい、ずいぶんざっくりですか。はあ、いや正しいです。これねちょっと3分しかないんでね、簡単に言うとですね、立法趣旨として、はい、もう現実問題こういうリスク危機が迫ってるんですよ、どういうことかというと、例えば佐世保の、アメリカ海軍のね、基地があるんだけれども、でそこに弾薬庫があるんですね、その向かい側にですね、民間が所有している島があるんですよ、でところがですね、その所有していた会社が経営が厳しくなったものだから売却したいと、だから引き取り手がいないのよ日本の、で所有者は知ってるわけ、そこを受け渡すとアメリカがね今どういうアメリカ海軍がどういう行動を取っているのかっていうのが分かるから、これは日本に買ってもらわなきゃダメなんだ、国がね、あるいは公的な機関に買ってもらわなきゃダメなんだと言ってるけど、誰も買おうとしない。そこにそーっと来ているのが中国資本の、僕は相談を受けたことある、中国が、中国系の会社が買いたいって言ってるんですけども、どうした方がいい、これやめた方がいい、絶対やめた方がいいと、でところがですね、そういったところでに、例えば日本政府が買おうとしてもね、その趣旨では予算がつかないのよ。だから問題はもう発生してるんだから、いち早くこれをね、成立させて、まあ、公的な機関なりが変えるような体制を取るべきだと思いますね。はい、一刻も早くというところですね。いやもう今までもね、それはまあ日本国民の感じとしてね、どん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 中国買ってんじゃないですか、中国って変なんだよ、反日と言いながら日本の土買ってんだよ、それなんで買ったら、おそらく僕の大学のにいる留学生が僕に言ったように、先生ご心配に及びませんよ、我々の世代の時は日本は中国の一部ですから、よくいいも言ったもんですね、いうに言ったもんだよ、それを教授室に来て言うんだからね、そんなの認めてられるかと、日本の親として、ねえ、今に新潟かなんか狙いつけてるんでしょ、昔長崎とか言ってたけど、新潟もそうですし、もう一番目に余るのは北海道と、北海道、そうなったら一平ちゃんと名前変えるだろうね、月平とか書いてある、そうかそうか、すぐね、すぐちょっと美味しそうになってるじゃないですか、ね、本当にそう、そういうことでやっぱりこのニュースは良かったと、はい、僕思いますね、やっぱりはっきりとした意思を持って、やっぱり日本を守っていかないと我々の子供たちがかわいそうですね。2020年最後になんか一言お願いしますよ、今年締めくりの言葉って、あと1分ぐらいしかないんで、ありがとうございます、来年は落語先ほどトラノモンサイエンスの落語ですかね、はい、つまりね、コロナは人間が作り出した幻の病気なんです、その幻が解けるとともに、僕は明るい社会が開かれると思ってます。なるほど、はい、ありがとうございます、期待したいですね、はい、須田さんからもぜひ一言、来年は落語、同じじゃないです同じじゃないです、その組でしたね、はい、1年間ご視聴いただきまして誠にありがとうございました、通常放送は本日が最後となります。真相深入り虎ノ門ニュース、12月31日夜9時からの年越しスペシャルもぜひお見逃しなくよろしくお願いします、年明けの1月4日は滝田真紀子さんと武田恒也さんがご登場、本日のコメンテーターは科学者の武田邦子先生と経済ジャーナリストの須田慎一郎さんでした。年末見てね。